はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、皆さんにいいニュースと悪いニュースがあるんですけれども、まずいいニュースは MLB の開幕が非常に近づいてきたというところですね。これ自体は素直に嬉しいことですよね。もうずっと去年の10月11月ぐらいから野球を見られていない状況が続いているわけですから、野球がまた戻ってきそうというところは素直に喜んでもいいのかなと思いますね。で、悪いニュースはと言いますと、選手会と MLB の対立がこれまで以上に深まってしまっているところですね。で、現地時間の金曜日に MLB は選手会に対して今年の開幕案をまた提示したんですけれども、これに対して選手会はその案を拒否しました。で、選手会のトニー・クラークによりますと、対案は出さないということで、このままですと MLB が開幕を強行する可能性が高くなってきました。マンフレッドコミッショナーは先日の MLB ドラフトでの会見にて、今年のシーズンが開幕することを約束していましたし、またコミッショナーの権限として開幕を強行するというところも十分できることではありますので、残念ながらその可能性が現状高まってしまっているというところですね。ではなぜそのような状況になっているかと言いますと、今日ですね、 MLB 選手会が MLB の案を拒否した際に声明文を出したんですね。で、ここに出ている声明文は選手会が出したものそのものですけれども、訳は私がしたのでちょっと間違っているかもしれないんですけれども、読み上げますと、選手たちはプレーすることを望んでいる。それが我々であり、我々のやることである。3月より選手会はシーズンをより長く、早く、そして安全にプレーすることを明確に一番の焦点としてきた。選手たちは金銭的な情報に合意し、度重なるメディアのリークやミスリードに直面しながらも、野球界へ新たな収益をもたらし、オーナー、選手、各放送局、ファンにも同様に恩恵をもたらす追加的な提示を行った。このような努力は聞き入れてもらえないことが明らかになった。最近ではオーナーが球団所有は不採算であると非難したり、コミッショナーも選手側が金銭面でさらなる情報に応じなければ、シーズンは劇的に短縮化されるとたびたび脅している。我々の反応は一貫して、そのような情報は不当であり、選手側にも不公平であり、我々のスポーツは可能な限り長い2020年シーズンを送るに値するというものだ。これが今日の我々の立場、特に MLB の新たな放映権に関する報道に照らしたものである。新たな放映権に関する情報の提供は何週間も前に要求したが、提供されることはなかった。その結果、残念ながらリーグとのこれ以上の対話は無駄であるように思える。そろそろ仕事に戻る時間だ。いつどこでかだけ教えていただきたい。ということで、選手会はもうリーグと交渉するつもりはないという立場を明確にしてきた声明文を出したんですね。確かに先日カージナルスのオーナーが球団所有は不採算であるという発言をしていましたし、また今日ですね、 MLB と TBS、 東京の TBS とは違うんですけれども、との新たなプレーオフでの放映権に関する報道もあったところですし、選手会の怒りもわからなくはないのかなというところは受けましたね。まあ、要するに選手会と MLB っていうのはずっとお金の問題で揉めている状態が続いているんですね。こちらがですね、選手会とそれから MLB 機構が出した最終案の比較になるんですけれども、 MLB の案は72試合のシーズンで、で、年俸に関しては最大で日割りの 83%、 これはプレーオフまで完了した場合が前提となるんですけれども、の年俸を希望しているのに対して、選手会は89試合のシーズンを行って、で、年俸に関しては試合数に応じた完全な日割りを希望している状況ですので、試合数とそれから年俸の支給額っていうところがちょっとまだ乖離している状態なんですね。これでも両者の溝っていうのはかなり埋まってきた方ではあるんですけれども、ただ依然としてこれぐらいの差は出てきてしまっている。で、選手会は相応の試合数での日割り給与っていうところをずっと一貫して希望していまして、で、プレーオフのチーム数を拡大するなどして MLB の収益を拡大するという案も出してはいるんですけれども、ただ MLB 側が懸念しているのはコロナの第2波なんですね。アメリカではコロナの流行の第2波がおそらく秋頃、11月ぐらいに到来するのではないかというふうに言われている状況ですので、そうなると MLB のポストシーズンがキャンセルになる可能性があるんですね。ポストシーズンはやはり収益性の非常に高いコンテンツですので、 MLB としては何としても最後までやりたいと思っていますので、なんとかですね、レギュラーシーズンの試合数を少なくしてポストシーズンまできっちり完了させたいという思惑があるんですね。ただそうなると選手側が受け取れるお金っていうのは減ってしまいますし、選手としてはちょっと納得しがたいと。で、その結果 MLB と選手会の議論っていうのはずっと平行線をたどっている状態でして、本来は7月初旬の開幕を目指して6月1日ぐらいには両者合意をしたいというところがあったみたいなんですけれども、もうすでに6月も中旬に差し掛かっているというところで、ぼちぼちですね、お互いが納得できる案、あるいは MLB 側が強行しなければ7月の開幕っていうところはかなり厳しくなってきてしまっている状況ですね。で、今回の選手会の決定を受けまして、MLB もその後声明文を出しまして、
読み上げますと、MLB は3話続けて選手、球団、ファンに対し COVID-19 がもたらした非常に困難な状況への有効的な解決策を提示したが、選手会が誠実に交渉しない道を選んだことに我々は失望している。選手会は3月26日の合意の前提が、選手たちの給与が日割りで支払われるためには観客を入れた状態で再開した場合に限られ、球団が数十億ドルものチケット収入を生むことができない場合には再度交渉の場を設けるであることを理解しているはずだ。選手会の選手たちは無観客で行われた2020年シーズンの事実上全ての収益を得る資格があるとする立場は、この困難な2020年シーズンの中で球団、MLB 機構が経済的に支援している何千人もの従業員に対して不公平である。我々は3月の合意を遵守した上で選手会の拒否を精査し、オーナーとの相談のもと、ファンのために野球を戻すための最適な手段を決定する。ということで MLB 側も選手会の姿勢っていうところを非常に厳しく非難する声明文を出したんですね。もう両者の対立はかなり決定的とも言ってもいい状況なのかなと感じましたね。となると MLB の開幕っていうところは強行での開幕、選手会との合意がない状態での開幕になってしまうのかなというふうにも思いましたね。オーナー側は50試合程度を当初希望していましたので、もしかしたらこれぐらいの試合数に落ち着いてしまう可能性もあると思うんですけれども、50試合のレギュラーシーズンっていうのも正直どれほどの価値があるのか、どれほどやる価値があるのかっていうところが、ファンからするとちょっと疑問ですよね。レギュラーシーズン50試合でプレーオフに進むチームを決めて、でその中でワールドチャンピオンを決めたとして、そのチャンピオンリングにどれほどの価値があるのかっていうところは後で見た時にもおそらく言われることでしょうし、そのチャンピオンリングはふさわしくないってきっと言われると思いますので、誰も幸せにならないとは思うんですね。そのような状態でプレーを続けて、果たして MLB が思うように、シーズン、そしてプレーオフっていうところが盛り上がるのかって言われると、ちょっと疑問かなと思いますね。またそもそも今年プレーしたくないっていう選手もきっと出てくると思うんですね。選手会との合意がない状態で開幕した場合にはおそらくそう言ってくる選手も出てきますし、例えば先日タンパベイレイズのブレイクスネルなんかは、自分のもらうべきお金をもらえなければ今季はプレーしないっていうふうにも言ってますし、実際のところその感染リスクを背負うっていうのは選手たちなわけですから、本来もらうべきお金ももらわずに自分、そしてその家族を、リスクにさらしてしまうのは、あまり良い判断ではないと考える選手もきっといると思うんですね。もちろん球団と選手の関係性を、普通の会社でいうところの使用者と労働者の関係性で考えたら、会社が働けといえば基本的に労働者は働かざるを得ないと思いますし、だったら働きなさいよという意見も分かるは分かるんですけれども、結局選手たちもそれなりにお金を持っている人たちも多いですし、わざわざそんなリスクを背負ってまでプレーを続けることに果たしてどれだけの意義があるのかっていうところはきっと思っていることでしょうね。特に若手のスター選手であれば今後長いキャリアが待っていることでしょうし、その分だけ後でもらうお金も多いわけですから、今年無理して例えばプレーをして、でもしかして感染してしまって、で今後野球をプレーできないような状態、年齢的に可能性はかなり低いとは思うんですけれども、になってしまった時のリスクを考えると、金銭的に失うものも大きいわけですよね。だったら今年はもうプレーしなくてもいいじゃんと考える人もきっといると思いますね。そんな具合に今年のシーズンを辞退する選手が多数現れてしまった場合に、果たして MLB はどれだけ魅力的なリーグとして今年プレーできるのかっていうところも、ちょっと疑問ですよね。で個人的には5月ぐらいまでは、私も会社で一労働者なわけですから選手会に肩入れしていたんですけれども、さすがに6月も中旬になって、ちょっとお互いの折衷案っていうところも全く出てきていないってことを考えますと、ぼちぼちですね、そろそろ双方が妥協できる案っていうところを探りに行ってほしいとは感じますね。もちろん双方主張すべきところは主張すべきだと思いますし、それ自体は大いに結構だと思うんですけれども、ただ94年95年のストライキの反省は絶対に生かさなければいけないですし、でそこで MLB の人気っていうのも低迷したわけですから、さすがに同じことを繰り返すのは、双方にとっても良くないと思うんですね。もちろん今回はコミッショナーが強行開幕っていうところの選択肢は取れますので、シーズンが中止になるっていうことはまずないとは思うんですけれど、ただやはり外から見た時にリーグとそれから選手の合意がない状態の開幕っていうのは、やはり心象はかなり悪いと思いますので、なんとかですね、お互い妥協できるところで収まってくれないかなと思ったりはしますね。長くはなりましたけれども、今年 MLB がどういった形で開幕まで進めていくのかっていうところは引き続き注目して見ていきたいなと思います。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。